これいいやん、めっちゃ美味しい。こんにちは、グッピーこずえです。今日も常備菜を作り置きしときたいなと思うんですけども、ね、家帰ってきて速攻でプシューしたいんですよ。なので今日はお家に帰ってきて速攻で飲めちゃうような常備菜を作っておきたいと思います。まず最近1回作ってハマってるのがカニカマとひじきを入れてマヨネーズ、あんまないやんか、塩コショウを入れて砂糖、出来上がりでね。2品目なんですけど、きんぴらを作ろうと思ったら人参をカレーに使ってしまっててないので人参の皮でいきます。こんにゃくとごぼうを炒めます。私は砂糖、酒、醤油です。でごま入れます。ちょっと七味入れます。最後にちょっとみりんを足しました。美味しそう。白ネギに肉を巻いて焼いています。左側が豚肉で右側が牛です。ちょっと作ってみたかったやつ、切り干し大根に梅干しをあえてごま油、かつお節も入れました。できました。まずこれね、切り干し大根の梅あえですね。さっきちょっと味見したんですけど、完全なるあてでした。もうだからこれぐらいでちびちび日本酒飲むみたいな、まあ、帰ってきて速攻そんなん飲んでる女嫌やけど、この牛肉と豚肉を巻いたやつは、豚肉の方は、まあ、柚子胡椒とかわさびマヨとかそんなんで食べたら美味しいと思いますし、牛肉はね、なんか焼肉のタレつけたりとか。こちらですね、小松菜をただ単にあの顆粒だしで茹でただけのもので、おひたしとかやっぱ添えるだけで女性らしさが入れるというか、まあ、小松菜はカルシウムありますんで。こちらですね、きんぴらはこのまま食べてもいいし、マヨネーズであえてごぼうサラダみたいにしてもいいし、まあこれおにぎりにしてもいいじゃないですか。豆腐にきんぴらがかかってるサラダがあって、それ結構美味しかったですね。ごまドレッシングで食べるみたいな。最近ハマっているひじきのカニカママヨなんですけど、ちょっとよかったら簡単なんで皆さんも作ってみてください。絶賛疲れています。知り合いの人からちょっと人足りひんから手伝いに来てって言われて、謎のなんか電車の中でやる居酒屋さんみたいなのを手伝いに行っておりました。たまには本物のビールプレミアムモルツのなんか見たことない感じのやつを買ってきました。でこの間の常備菜を元に作成しました。ストビーフとアボカド、これはまあ常備菜じゃないんですけど、カニカマのやつと切り干し大根のやつ、そしてこちらがきんぴら、そしてお肉のネギ巻き。では見ながら見てる人おるかもしらんけど、あっ、え、振った、美味しそう。どんな顔してんねん。乾杯、いただきます。からきんぴらからいきます。うん、コンビニとかでも売ってますけど、やっぱりきんぴらは自分で作った方が美味しいと思います。ビールついだろか。うん、ついでついで。はい、どうぞ。美味しいわ。マジでやばい、なしてんやん。私は干し大根の梅ごま油あえ、いただきます。うん、美味しい。これいいやん、めっちゃ美味しい。これ焼酎に合いそう。やっぱりね、疲れてる時はね、お肉ですよ。いただきます。カニカマのひじきのやつがね、最近めっちゃハマってるんですけどね。ほらな、これうまいね。ローストビーフ食べます。うーん、粒胡椒が効いてるローストビーフでした。でもこうやってね、常備菜とかあったらやっぱ楽ですよね。あー、もうほんまにやばい。もう疲れたけどビール飲んで寝たいけど、もうナッツとビールだけとかやったら嫌やね。今日は常備菜作っといたから、これとこれとこれと、あ、ローストビーフだけでも買って帰ろう。あー、ただいま。パンダごめんな、ビールついてくれる？ありがとう。あー、一人でこうやってね、飲みながら、だからこんだけ体にいいものを食べながら飲みながらして、めっちゃしこたま飲んでもあてがめっちゃ体にいいから、明日も頑張れそうってなるわ。
毎週金曜日は女芸人の自炊事情という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても家で楽しい料理や美味しい料理を作ったり、普通よりちょっとでも面白い料理動画を更新できるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。皆さんも疲れた時こそ体にいいものを食べながら、ちょっとお酒を飲んでお風呂入って寝て、明日も頑張ってください。バイバーイ。